今日は J ネットカフェ番外編と称し、 J ネットワーク2017スーパーフライ級新人王トーナメント決勝戦シード抽選会を行いたいと思います。3月12日大会にて行われた同トーナメント1回戦を勝ち上がりましたストラックルの小沼龍斗選手、そしてチーム暁の浜田匠選手に本日お越しいただいております。ではどうぞお入りください。このスーパーフライ級新人王トーナメントは総勢6名にて開幕しました。こちらの小沼選手と浜田選手、そして5月5日の後楽園大会にて1回戦を勝ち上がりました FKD の比嘉隆一選手、この3名のうち2名が準決勝に進出、そして1名が決勝戦に一気に進むことになります。その抽選をするわけなのですが、先に比嘉選手に抽選を行っていただきました。その映像がこちらになります。どうぞ。はい、センターフライ級新人王を見事に戦いを決めました比嘉選手です。おめでとうございます。トーナメントが総勢6名で行われておりまして、今これで勝ち上がりが3名で、今抽選会を行っていただきまして、で決勝戦のシードを作らせていただきます。比嘉選手がこちらの緑のボールを引きました。では早速抽選会の続きを行いたいと思います。ただいまこの箱の中ですね、空っぽになっています。でこの中にまずオレンジのボールを2つ入れます。そして緑のボールですね、こちらを1つ入れます。でまずボールを引く順番なんですけれども、2人でじゃあじゃんけんしていただいて勝った方から引きましょう。はい、はい、お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、はい、どうでしょう。はい、というわけで小沼選手から引く形になりますね。小沼選手がまず緑のボールを引いた場合、そしたらもう比嘉選手と準決勝で対戦ということになりますね。でもしオレンジのボールを引いたら、決勝戦進出になるかもしれないし、もしかしたら浜田選手と対戦になるかもしれないというところになりますね。はい、じゃあ早速引いていただきましょう。ちょっと高めに位置させます。はい、お願いします。緑を引きました。ということは比嘉選手、はい、比嘉選手と準決勝で対戦です。念のためじゃあ浜田選手確認で引いてください。確認というか、はい、オレンジですね、もちろんのこと。はい、オレンジを引いたので浜田選手が、決勝戦進出となります。はい、ではじゃあまず決勝戦に進出した浜田選手から、じゃあ応援してくださるお客様へじゃメッセージをお願いします。はい、チーム暁の浜田です。そう、試合はちょっと感覚がなくなってしまったんですけど、まあ、その分準備はたくさんできると思うので、そう、試合まで全力で追い込むので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ小沼選手もお願いします。はい、ストラックルの小沼です。準決勝で、まあ、比嘉選手と戦うことになって、まあ、比嘉選手といい試合をして会場を盛り上げて決勝戦で隣の浜田選手と戦えるように全力で頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、小沼選手は、準決勝進出の前に5月28日の新宿フェイス大会にて烈剣会の平野翼選手との一戦も控えております。その意気込みもじゃ教えてください。はい、5月28日にもうすぐの試合なんですけど、第1試合なんですけど、第1試合から会場をドカンと盛り上げられるような激しい試合をしたいと思うので、皆さん第1試合から僕のことを見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。
まだまだ続くスーパーフライ級新人王トーナメントにぜひご期待ください。本日のゲストは追沼龍斗選手、そして浜田拓海選手でした。ありがとうございます。